ばあちゃんの一周忌に出かけます。いつもの花屋で花を買ってきます。一番お墓の入り口でね、親戚に会って、なんとこのちっちゃい車に後ろに4人乗ってます。今ですね、4時半ぐらいになるのかな。案の定ね、2人しか来てなかったけど、まあのんびり構えてればね、5時ぐらいにはみんな集まると思いますな。神父さんもそのぐらいに来るのかな。今後ろでね、パパが歩いてます。お墓いっぱいできたねなんてさっき話してたんだけど、去年はねそんなに墓なかったんだけど、結構もうね、たくさんできてます。もう1年だねなんつってね、時間過ぎるの早いねなんつって今話してたんだけど、まあこれからねみんなが集まって、ちょっと昔話なんかもしながらね、なんか盛り上がっちゃうんですよねあーでもばあちゃんの写真ねさっき見て、なんか、なんかグッとくるもんありますね。一周忌です、はい。坊さんがもう来てましたね。あ、坊さんじゃないや、神父さんだ。これから着替えて始めるわけですね、sa akin ng matibay na pananalo. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kanya. Alleluia. Alleluia. Sa mayong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, upang ang Ginoong si Milagros na tumanggap ng bibig ng pagkabuhay ng sida, siya ay binyagan, ay pagkalooban ng palagiang pakikipamuhay sa piling ng mga Inyo ang Panginoon at sumayin. Pagpalatay natin dakil at makapangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. May tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat. Walang sino man ang nabubuhay pati niya. Si Kuya niya naman, pangalaglog siya pa. Nagal ba naman ang pakarga na lang yung mabibigat dyan sa inyo yan, oh. Oh. Dana na namin intang doon.皆さんこんにちは。今日もフィリピン・パラワン島プエルトプリンセスの自宅からお送りしています。今ね、リビングからなんですけど、実は停電してます。で、インターネットのモデムと中で1台扇風機回してるんですけど、まあ雲の方までね、電気を送るとポータブルバッテリーがね、早くダウンしてしまうので、こうやってリビングにいますけれど、
今がですね、2022年10月11日になってます。先にお見せしたのが、昨日10月10日のマリアのばあちゃんのね、一周忌の様子でした。夕方だったんでね、なんか今までお墓行ってた時とね、違う雰囲気で、なんかいろんなことね、考えちゃいました。マリアのね、パパママが並んで座ってるのね、横からあるいは前から後ろから見て、だいぶ前、どのぐらい前だったかな、2年ぐらい前に、マリアのね、実家の方の庭で、そこでね、腰掛けながらね、マリアのお父さんがポツポツとね、ものすごく下手くそな英語なんで苦労して、本当に短い話をね、1時間ぐらいかけてね、ポツポツと話してくれたことがあるんだけれども、亡くなったおばあちゃんというのがね、その、マリアのお父さんのお母さんなんですね。で、いろいろね、苦労してきた一族で、まあ、そのじいちゃんが亡くなってからは、ばあちゃんがね、一族の長としてね、頑張ってきたわけなんだけど、マリアのお父さんはね、兄弟がね、5人います。で、そのうちの1人がね、もう亡くなってるんですけど、お墓のとこのね、ばあちゃんの写真の右下のところにね、モノクロでちっちゃい写真があったと思うけれど、あれがね、マリアのお父さんのお兄さんなんですね。で、昔、若い頃、ブルネイに働きに行ってて、まあ、そこでね、働いてて向こうで亡くなったんだけど、そのお兄さんに呼ばれて、マリアのお父さんもブルネイで働いてたことがあって、まあ、そうやってね、ブルネイの方から送金したりして、妹、弟をね、助けてたって言って苦労して育ってきたんですね。で、もちろん子供たちが育つ前はね、じいちゃん、ばあちゃんが一生懸命畑やったりとかね、ものすごく広い土地を持ってたんだけど、1ヘクタールぐらいの。で、まあ、その子供たち、要はマリアのね、お父さんたちが大きくなってからも、やっぱり生活がいろいろ大変で、マリアも子供の頃はね、畑仕事をお父さんをね、手伝ってたりしたって言ってね、まあそこ、まあ広い土地でね、畑使ってもいいよなんて言われてたところがあるんだけれども、まあマリアのお母さんの側はね、比較的裕福なうちで、マリアのお父さんとお母さんは、お父さんがマニラに出稼ぎに行ってた時、で、お母さんはマニラで大学に行ってた時に出会って、まあお母さんの側のね、一族の反対を押し切って駆け落ちみたいにしてね、パラワンに来たってところから、マリアの実家っていうのは始まってるわけで、これ前にも動画で言ったかな。その時にね、お父さんと庭で腰掛けて話してた時に、まあ、ブルネってね、まあ、金持ちの国なんで結構収入も良くって、マリアのお父さんもね、ブルネではかなりいい暮らしをしてたみたいで、自家用車があっていい家に住んでてやってて、そこでね、パパに聞いたんですね。じゃあその生活をずっと引き継いで、今もね、いい家住んで、いい車乗って、ってやってたのとしたら、今と比べたらどっちがいい？今ここのプエルトプリンセサで、ここの家に住んでこういう暮らしをしててどっちがいい？って言ったらね、ちょっと上見て、10秒ぐらいかな、考えて、今ここがいいって言ってね、まあでもね、その、そのお父さんお母さんも一緒になって7人の子供に恵まれて、今ね、孫たちもたくさんいて、本当ばあちゃんの一周忌の時でもね、まあ子供たち全員は来れなかったんだけど、パラワンじゃなくて違うところに住んでる人もいるし、まあ子供たちでしょ、それから孫たち、ひ孫たちっていうのがたくさん集まってね、なんか、おばあちゃん頑張ったね、みたいな感じですけどね。今ね、カメラの後ろではね、昨日の一周忌でね、出てた、食べ物を、ね、持って帰ってきたのをマリアがもぐもぐ食べてますけど。この、What is this? ライスケーキ。ライスケーキだった。こんないろんな色だけど、なんか、ご飯で作ったもの。また見ます？そんな甘くないんですって。女のね、後ろでもぐもぐ食べてますけど、まあでもいい一周忌でした。ああやってね、なんか一族がいるっていうのいいですね。なんかこうあったかい空気に包まれてて、とてもいい一周忌でした。
で、今日はね、こうやってうちの中のことをいろいろやって過ごしてますけど、相変わらずマリアね、なんか体調悪いとか言ってね、なんか咳は出るし、冷たいもんあんまり食べるなって言ったんだけれども、それからね、もう一つお伝えしたことがあるんですけれども、パラワン島に、YouTube の動画見ていただいてる方がね、結構来てるんですね。で、突然にですね、何の前触れもなく、飯島さんの店とか紹介してますけれども、飯島さんの店、あるいはサダイ、愉快のおばちゃんね、サダイの店に行って、僕に会いたいからね、電話番号を教えるって方が何人もいるみたいなんですけど、そういう非常識なことやめてください。飯島さんのうちの彼女がいて、サダイのところにもいて、僕の電話番号ね、二人にはね、教えてないです。そういう、いきなり来てね、電話番号を教えろって、あいつに会いたいからっていう非常識なことはお断りします。絶対に会いません。飯島さんのところも、サダイのところも、僕の連絡場所じゃないですから、この最近のね、全部の動画の概要欄、説明欄にも僕のメールアドレスも出してみましたし、わかんなかったらコメントでね、くれてもいいし、メールだなんだっていろんな、連絡の仕方があると思うんで、いきなり来てね、あいつのとこ教えろって言って、彼女だって知ってたって教えないですから、非常に迷惑してます。はい。ちょっとね、最後にこんなこと言いましたけれども、今日10月11日、なんかね、僕はゆっくり過ごしてて、マリアもね、体調悪いって言ってても、なんか食欲はあるんで、心配はしてませんけど、停電、早くこれ電気戻んないかな。こんな日をね、今日は過ごしております。今日はこの辺で失礼します。